川を描くチャレンジです。はい、あの大体考えてるのがこんな感じ。東京にもこういうのはあるんですよね。まあ端っこの方を影にしておいた方が説得力あるから、うん、自分の仕事の場合こんな感じでレイアウトを取ってやってるんですけど、ダブルエクスポージャーちょっと説明してもらいますか。まあカメラの時代からの手法なんですけど、あの同時に二重露出って言って、あの2回に分けて撮影することによって、うん、まあこの対象の影にしたいところが透けて見えるんですよ。まあ今だったらあのね、撮影のソフトでポンポンってやれば、うんうん、でキャラの立ってるあのね、こういう影もやっぱりあの大体二重露出のダブルエクスポジャーの指示を入れてますよ。あ、どの作品を見ても真っ黒の影じゃなくて、真っ黒じゃなくてちゃんと、そうすると地面と馴染むでしょ、これを送るためにこれの影になっているし、うん、別にここに動かさなくちゃわけじゃなくて、こうやって動いてるか、ちゃんとこの山がここに動いてるか、うん、どうなるこの場でブレてると川が流れてるように見えないから。あー、なるほど。じゃあやっぱりこの山が少しずつこっちに見える、うん、そうですね、まあ、こっからここ、うんうんうん、こっからここと山を送ってってもらうわけですよ。すごいね、うん、動画さんよろしくねでもう一回この緑の影を説明してもらえますか。光が上からあるとしたら、うん、当然下の方ね、影をつけることによって厚みが出るでしょ。でこの線がスムーズな曲線じゃなくて、こういう、うん、多少ボコボコさせた方がね、うん、らしく見えるでしょ。まあこれはどっか使いかなと。あ、手前にあるから A セルと B セルの間かな。でこれ送るんだけど、これが2枚だけで、うん、もう一つのパターン書けばいいんです、ね、そうですね。すごい綺麗、はい、一応比較タイムです。へえ、すごい。川チャレンジです。都会の中に流れている川を描いてみました。あの一応一番気になってたところがこの地面がお水に当たるところだったのに、これを描いてやっぱり勉強にならなかったんだな。でも嬉しいところがこの前雲の勉強になったので入れてみた。草があるぽいんだけど、うん、まあ、これだとあの地図の記号ですよねですよね。川だってわかると思うんですけど、川の特徴は入っていない川ですね。で比較的にこの本当にアニメで出てきそうな川ですね。話が始まる前に雰囲気を設定するための川シーンですね、うん、すごい綺麗。石も入っているし、魚も入れてくれたし、大事な勉強になってるところがこのデコボコになっている曲線で、ちゃんと草が上にかかってるようになって、ここで影になってる。あと私の絵で単純に曲線入れたんですけど、やっぱりまあアニメーションだと2枚描いて、ハイライト、まああとこの辺の方が影になっているので、光がここから来ているし、すごい勉強になってます。でさらに別のレイヤーにしてお水の色を、レイヤーのブレンドモードはいっぱいあるんですけど、まあ多分ゾウさんとか何かブレンディングして、ちゃんと下のレイヤーが必要なところで青く見える。改造とか、まあ、アドバイスできるところがあればお願いします。そうですねまあテーマとしては厚み、うん、薄いのと厚いのと、うん、奥行きですよね。こういうところで厚みをつけたのはいいんだけど、橋の欄干、こういうところを厚みつけていくと確かに紙でできてる感じですね、うん、でここに段差つけてるけど、やっぱりあの 薄いでしょ、うん、こっち側にもね段差をつけて水面との高さを、ね、強調しないと、水面と歩道が、うん、同じ高さになっちゃったから、うん、ちょっと一目振ったら増水してね、歩道歩けなくなっちゃうじゃんって。そうですね、そういうことになっちゃうんで、でもってこう線を引くと、うん、大体同じ幅のね歩道のはずなんだけど、
違いが出ちゃいますよね、これだと、うん、雲も消失点あたりからあの何も伸びてるわけじゃないのでこんなに急にあの合わせつけなくて本当にモコモコっとしたのがね、たゆたってるぐらいの方で全然構わないから、あ、そのシチュエーションに合わせて、あ、なるほど、なるほど、で窓も四角を描けば窓に見えるってわけじゃなくてやっぱり厚み、あ、厚みフレームのね、うん、あ、こういうところの厚み、あ、で手すりか看板かどっちか分かんないからこういうのは説得力のある絵を描きましょうとか、うん、ね、確かにそのビルの上に看板だけになってるのはいっぱいありますね、うん、多分これは看板じゃないかなとはね分かるんだけどこれに至っては何を描いてるのかもう意味不明になっちゃってるからいやパニックになって別の形にしてみたんだけど、うん、やっぱりそういうビルはないですね、うん、でアイレベルは最終的にどこに設定したんでしたっけこれ、ちょっと上、あ、そうか、上か、自分だけなそうするとこの道路のねところが見えなきゃおかしいんですよ、あ、確かに上から見てるから、あ、だから本当これは割り切ってここにアイレベルを持ってくるべきでした、あ、そうか、ここがアイレベルになっていることがこれは少し坂道になってるわけですね、うん、あ、なんかここ 上にしなきゃいけないと思った、まあ、もう本当にちょこっと浮いてるけどここはザッと切っちゃって、で橋の影を描いたりとかさっきのあの波々を、ね、ここにつけるとか、まあ、草地と、ね、歩道と、ね、ここの自転車道みたいなところとの差がもうくっきり分かれちゃってるでしょここら辺はぼかした方がリアリティがあるし、でこういう自転車道をそれらしく見せるのはセンターラインを入れて、いや確かにね、そうね、やっぱりこうじゃなくてもう少しこういうような線がの方が良かったんですね、そうですね、さらにここになんか草とか少し生えて、うん、そこまであの必要ないの、うん、もうこのエッジの部分チョンチョンチョンってやるぐらいで、ここら辺もちょんちょんってここは大丈夫でしたか、もう少しどっちかっていうと橋がかかっちゃってるんで、うん、まあここら辺にしといた方が説得力出るかなって、この傾斜は橋がある程度厚みがないとサポートができないですね、うん、この建物の奥、うん、それがそう、すごい、どういう時はおーで、これでさーっと円形の建物を表現するように、そうね、これでごまかせた、あー素晴らしい、すごいシリーズになりそうですね、ごまかし方すごいアドバイスもらいました。サイクリングロードはこういうくっくりした線じゃなくてこういうデコボコした線を描いた方が良かったし、これも同じようにで、この道の厚みはないと困りますね。あと橋がこういう形にすると橋幅はほぼなかったことになりますね。窓の厚みもフレームとか、あと看板書くんだったらちゃんと看板っぽく、そうですね、ビルはいろんな形があるから、うん、出かけてちゃんと東京にあるビルを書いてみるしかないですね、うん、あとこういう急に消失点に消えてる雲じゃなくても良かったんですね、うん、あとはアイレベルもこの辺の道はまだ見えることになっているはずですね、 あと ここの線、あの線を引いておかないと道が伸びてるように見えないからそうね書かないと後で、仲割りとか仕上げてくれる、まあこの、ね、背景から言ったら背景さんにお任せしてれば大体あの綺麗に仕上げてもらえますけどでも怒られるでしょう、んあの舌打ちがされると思いますが、舌打ち、うん、チッてはい、東京のよくある川っていうか、まあそんな風に見えない、そしてすごい自然にある草がいっぱいあって、影も描いてくれたし、水っぽくハイライトは入っているし、すごいアニメーションならどこで送ればいいとか、魚も石もいっぱい入っているのですごい勉強になりました。ありがとうございます。おそ松様でした。登録お願いします。他の動画いっぱいありますのでぜひ見てください。バイバイ。こういうものを考えて書いて
った経験がないと、まあ、仕事だから自分もねここまであの想像しながらできるんで、うん、普通の生活してたら思いもよらねえだろうな。あっち側が青くなるんだ。